山田三世文久二年八月十五日は、江戸時代後期から幕末の儒学者。後に、正木藩士、転じて、安中藩士となった。三河は、地の一つで、他に、地縁、四羽も名乗った。名は、日、意味名は、はじめ日、再名、通称は、サブロー。文化元年、伊勢国三十郡、平尾村に、山田光順の三男として生まれる。 父の孔順は、三河誕生時に45歳で、村の町医者であった。幼少期は平凡であまり目立つところがなかったが、歴史話が好きで、英雄伝の小六が好きだったと回想している。文政四年、十八歳になった三河は、生まれて、初めて郷里を出て、文政二年から本校有造館の正し学となっていった叔父、津坂、東洋を頼って、津に寄宿した。 この時、雄造館の教授であった、斎藤節道とは、晩年になるまで親しく交際した。ただし、三河が、雄造館に通った形跡はない。おじ、東洋の長男は家業を嫌い出奔しており、東洋は、おいの三河を後継ぎにしようとしていたという。が、待望のあった三河は、津飯に泊まるのを良しとせず、文政八年に、おじの元を出奔し、江戸に向かった。三河の目的は、 小平校に入ることだったが、小平校に入るには、藩士の指定か塾館の門邸でなければ、入学資格がなかった。三河は、時系が、津藩士の広田氏を継いでいったのを、頼り、藩士の指定の資格を得て、また古賀道安の私塾に入門し、塾館の門邸の資格も確保、小平校への入学が認められる。古賀道安の塾では、野田笛裏と知り合い、彼が亡くなるまで、 こういう関係があった。昌平校では、安井側県塩谷当院と、こういう関係を結んだ。翌文政9年4月から8月には、海のノ国に要請を受けて滞在、地元指定の教育に励む一方、海のノ国のあちこちを旅行し、江戸に帰った後、金色区郵送という旅行期をまとめる。文政12年の夏、初めて郷里に帰省し、70歳になった老夫に、 久々に対面したが、おじ、東洋は、三河が出本した年に69歳で亡くなっていた。天保二年頃、爆命により四書の中を行っている。三河が昌平校に勤めていた、天保四年から毎年のように激しい凶作に見舞われるようになる。この頃から三河は見聞きした基金の様子や、世間の窮状を日記風に書き留めるようになった。これが、三河雑記である。 同年12月から、その後三河の人生に多大な影響を与えることになった松崎行動と交流するようになった。天保6年10月3日、父、光淳が76歳で死去。そのため、翌年1月まで伊勢に帰省。天保7年、松崎は自らの推薦で三河を桜藩に主観させようとしたが、なかなか色良い返事がもらえなかった。 翌年、岡本花亭が松崎の了解を得て、正木藩に三河を推薦。結局天保9年12月29日付で三河は、650国5人ぶの正木藩を抱えの藩主となった。ところが、三河は正木藩に江戸財布での勤務、外宅という二条件を出した。やっと決まったしか先に無茶な要望を出したのは、 当時収支事業に携わっていたため遠方の認知に行くことを意図ったこと、また判定内に住むといろいろ面倒があると友人の野田風江裏、朝香言斎が助言したからである。この要望は受け入れられ、天保12年まで三河は江戸判定で勤務した。ただ、三河は対外問題に強い関心があり、対ロシアの最前線である、正木藩に主観したこと自体は嫌ではなかった。 天保十年、三十六歳の時に結婚。同年七月二十一日に、時の正木藩主、松前義弘が病気のため弟の正弘に後を譲った。天保十二年三月五日、三河は正弘の初めてのお国入りに従い、正木に向かった。同年の正月に正月に正弘は判定に、松崎行動。 岡本花寺を招いて、三河将平の謝礼の宴会を行っており、その後も、たびたび行動に対する謝礼があったことから見て、この頃は、三河と正弘の仲も良かったと思われる。天保十四年正月、兵用人に任じられる。また、外国船の到来が多くなったことから、正木藩に期待される役割も大きくなってきた。三河自身も、高下三年頃に、 エトロフ島に渡り実地見分を行っている。後下4年には松浦武四郎やライミキサブロにも対面している。ところが、この頃から正広はあり、ヨ同様の精神病を発病し、反省は不安定になっていく。さらに正広は、助食、主食にも溺れ、激しく散在するようになり、また家臣にもエコビーキをするようになっていった。 藩主の教場に耐えかねた三河は、妻子に遺言子工事を兄二人に託して、覚悟の末に還元を行ったが、逆上した正広は逆に刀を抜いて、三河を殺そうとする始末であった。開元年、残言によって三河は、正木を追放され、4月に江戸に戻ったが、6月3日に突如悲免され、藩邸からも追放されてしまった。正木藩を追放された三河は、 一時友人の羽倉、関東の家に身を寄せ、その後正木から家族を呼び寄せて、深川で浪人生活に入った。一方、発作が収まった松前正弘は、三河を追放したことをひどく後悔し、同年10月頃から三河を復帰させようと工作を始めた。しかし、正木藩における三河の扱いに憤慨していた三河の友人たちは、復帰に反対した。 よく帰り2年になると、正木藩の勧誘は激化。身体極まった三河は、当時に行くと言い残して、さらに逃亡する。当時は、正木藩の追手から逃れるための逃げ工場であり、実際は、松崎工道の弟子の一人で、三街道に住んでいた、秋葉慶炎を頼って潜伏した。しばらくして三河は、江戸から家族を呼び寄せ、三街道で私塾を開いて生活するようになった。 生活は苦しかったようだが、敬遠をはじめ、地元乱暴医の五北遊石、その子きぬすらの援助により次第に、交友関係が広がり、弟子も増えていった。この頃に、藤田東子、桜人三党、添川すだれ彩とも交友している。永五年四月、三河は、板倉勝明の養成により、安中藩主として昇平されることになった。三街海道での評判を聞いた。 徳川成明が三河を知り、板倉に紹介したと言われている。開盟5年4月21日、三河は、安中に到着、4月29日に正式に五十国高で、召し抱えられることになった。当初、半受験大目付役所詰めとなり、開盟6年2月に大目付見習県券五金奉行、同年5月に、格式後金所頭見習各県軍群奉行除金券を買ってがかり、お勝手係、 安政元年9月に、両内打大取締役、安政2年7月に、お手船、製造案中物産江戸改装取り計らい、安政4年に、軍部業となり十国家蔵と累進した。名君と言われた、板倉克明のもとでの勤務は、正木藩時代とは異なり安定したものであった。安中藩時代の三河の一大事業が、うるし園の運営で、町利用を図ったことである。 当初はうまく運営されたが、利益の4分の1を、領内休民救済のための資金とするという案が、実際の生産者である農民に歓迎されず、最終的には失敗した。しかし、その記念碑は、現在も、安中の新島城旧宅に残されている。ちなみに、三河が犯行で教えた指定の一人が、新島城である。文久2年8月15日、安中にて死去。 墓所はあん中の流マサジにある。ありがとうございます。